年の岩崎大河です。特に見栄えが良さそうな石とか面白そうな石、こちらは隕石なんですけど、なかなか見る機会ないと思うんで持ってきました。こういう面がついたカットをファセットカットって言うんですけど、こういうファセットカットをしたくてこの学校に行きました。そうですね、2年生からということなので、自分で傷を取ったりカットを良くしたりしてのしていきたいです。1年の遠藤優乃です。昔のペンダントなんですけど、自分の中の想像の生き物なんですけど、その生き物をモチーフにして作った透かしのペンダントで、もともとこういう形なんですけど、これをあえてひっくり返して、で足の部分に革紐を結んだことによって、この生き物がチューブラリになってて、ツル下がってる形にできて面白くできたらいいなと思いました。1年 A クラス岡村光です。これは表面処理の加工について勉強する授業で作ったものです。技術面でまだ未熟で悩むことも多いですが、先生たちも優しく教えてくださっているので、楽しく作りたいものを作れている状態です。2学年の森野圭人です。イメージはなんか海に流れ着いた漂流物みたいな感じのコンセプトで作ったので、イメージ通りに、できてはいます。現役の、職人さんとか教えてくれるので、すごいそうやったらいいんだみたいな、すごい新しい見方の技術とか教えてもらって、それを使いながらできるのですごく分かりやすいです。2学年で長かったクリスです。ちょっと昔に描いたものなんですけど、デザインアールヌーボーに関してのデザインなんですけど、妖精のイメージで、妖精っていろんなレインボーなイメージ、カラフルなイメージがあると思ったんで、ちょっとカラフルなものを使わせてもらって、まだ作ってはないですけど、もちろんいずれ作りたいなと思ってます。楽しいです、とても一応仲いい友達も結構いるし、聞けることも先輩の人とかもいるんで、そこはいろいろ経験ができていいと思います。2年の平原郁美です。女の子の後ろ姿とか髪型をモチーフにしたブローチを作りました。ワックスっていうもので作って、それを金属に鋳造しています。なんかものづくりをするのは小さい頃から好きだったので、加工の時間はひたすら黙々と加工ができてすごく楽しいです。2年の横瀬芽衣と申します。やっぱ小さい頃から絵を描くことが好きなので、こういったジュエリーデザインのようなデザインをすることが好きですね。ダイヤモンドレインっていうテーマで描いたものなんですけど、試行錯誤して描いた、すごい気合の入った作品になってます。やっぱり先生一人一人がやっぱ親身になって教えてくださっているので、私もとても描いていくごとにより良いジュエリーデザインが描けていると思っています。3年の浅川渚です。デザインを描くためのデザインソースとかイメージしたものをラージュの作業をしています。コンセプト儚いというのがコンセプトで、なんか恋の儚さだったり神秘的なものだったり、少女のようなピュアな雰囲気っていうものをテーマにしています。信頼できる先生方がたくさんいらっしゃって、こう何でも相談できたりとか、授業のわからないこととかをすごく聞きやすいっていう、そういう環境です。今ですね、モットーとしてますのが、これだけの立地条件、それから人材がいると、それから材料も石の供給は十分にあるというようなことで、石とそれから地金を加えたですね、形でデザインをして、それを自らの手で作り上げるということで、自分のデザインで自分のジュエリーよっていうことをモットーに、基本として考えさせております。クリエイティブな学校になってくれればいいし、それからまた学生の自主性をですね、どんどん伸ばしてやりたい、先生方にですね、そういうふうに指導してもらいたいんだということは常々伝えておりますので、みんな頑張ってもらえるだろうと思います。